1985年、だから今からもう30年前なんですけど、その時にご存知の方が多いと思いますが、肖像候補という作品を作りました。でこれはゴッホの有名な自画像、それに自分自身がこう扮装して、それを写真撮るという、セルフポートレート作品なんですが、まあ、その時ぐらいなんでしょうかね、ずっとこの自画像という、このテーマはずっと取り込んできたテーマなんですね。で今回はこの今回のこの国立国際美術館でやらせていただく展覧会というのは、この自画像という、テーマ、これのいわば、集大成となるような、そういう展覧会だと私自身は位置づけております。感情をきっといい展覧会になると思われるというふうにおっしゃってましたけど、いい展覧会なんですという実感は私は今ぼちぼち持ち上げ、変な自信を持ち上げてというところなんですけど、ぜひご覧いただきたいなと思っておりまして、これも上松さんから、ご紹介ありましたけど、この展覧会展示だけ、まあ、展示は一番重要な部分なんですけど、ちょっと多様な仕組みを考えておりまして、この国立国際美術館では、3つのセクションを設定いたしました。で1つが、その展示ですね、作品展示。でこれは今ご覧いただきましたごとく、数十点の新作を含む、30年にわたる、自画像をテーマとした作品群、その成果をですね、ご覧いただきたい、こういうものです。それから2つ目のセクションでは、映画ですね、その展示作品の中にもさまざまな自画像作品が登場しますが、その中から主要な、人を選びましたね。でその人をテーマにした、映画を作りました。でもう一つがこの新美術テラペや自画像の話というんですけど、これはレクチャーというふうに言いますと、展覧会の関連イベントっていう、そういう位置づけになってしまいがちなんですけど、私の中ではそうではなくて、これも一つの私なりの表現の方法で、まあ、レクチャーパフォーマンスだというふうに思っておりまして、この三本の柱、これともに非常に重要なもの、そういう位置づけにしております。ちなみにこの美術テラピーなんですけど、これは先ほどおっしゃっていたよりも2月27日にレオナルド・ダ・ヴィンチと1回目が終わりまして、で次が3月ありますけど、で4月テラピー始まってからベラスケスの話をさせていただいて10回続くんですけど、でこれはこの会場でやりますんでね、この会場でやりますと多分120名ぐらいしか入れないですね。で、まあ、だんだん人は会議が始まるともっと多くなるやろうなとは思うんですが、それでユーストリームでライブで流すっていうことをしていただくことになりまして、どうしても来れない方、あるいは遠くで来れない方も、この、ビジテラペは、ユーストリームで、受けることができる、まあ、聞くことができると、いうふうになっています。で、この私とは何か、自分とは何かっていう、これは画家、芸術家のみならず誰にとっても大切です。しかもある場合には
ゃないか。で、まあ、美術の歴史の中にの私とは何かっていう問いの現れ方として自画像っていうのがあると思うんです。ですから今回のこの自画像をテーマとした多様な、プロジェクトといいますか、そういう取り組みを今回やってるんですけど、これぜひですね、たくさんの方々に見ていただいて、で私とは何やろ、自分って何やろって、この問いを、考えたり、それから話し合ったりできる場としてこの、展覧会があるっていうふうになるととってもいいなと、そう思っております。たくさんの方に、興味を持っていただけますように、皆さんの力をぜひ、賜りたく思う次第なんですね。私の方から一つだけ補足説明みたいな本なんですけど、展覧会タイトルについて若干だけお話しさせていただきますけど、自画像の美術史から当たり前で、まあそうやなっていうことですけど、私と私が出会うときって書いてある。私が一つが漢字で一つがひらがなになりますけど、これ何やねんって思われた方もあるかと思うんですけど、この漢字の私のことですけど、これはですね、その美術史の中にはたくさんの、自画像が登場してきますね。そのたくさんの自画像の中に現れるゴッホやらレンブラントやら、そういういろんな私がおります。この私を漢字の私で言い表してみました。そしてひらがなの私は何かいうと言いますと、それは今こうやって私皆さんの前でお話をしている一人の、現代を生きる芸術家である、この私、非常にパーソナルな私、それをひらがなの私で、読んでみました。で、この漢字の私とそれからひらがなの私がこう絡まってるっていうのが、自分で自分の作品を解説するのもこれ他の人には迷ってほしいところなんですけど、この漢字の私とひらがなの私がこう絡まってるなっていうのが私の、まあ、作品かな、そういう実感を、まあ、自分は持ってます。例えばですけど、ひらがなの中、レンブラントとかゴッホとかおりますけどね、私がこのゴッホあるいはレンブラントの自画像をそんなに取り組みながら、あれ何やろうって思ってると、その思っていることがだんだんと手がかりになって、あ、自分って何なんやろうっていうことが、こう見出せるというか、その手がかりが得られるということがある一方で、私って何やろうってこう自分で考えていると、そのことがゴッホさんって何やろ、レンブラントさんって何者やろっていうことの、つまりレンブラント論とかゴッホ論につながっているというふうに、この漢字の私とひらがなの私がこう向き合ったり絡んだりしている、もしかしたらそういうあり方の何て言うんでしょうか、面白さとか場合によっては不思議さとか、それが自分の作品なんかな、こう思いましてね、私と私が出会う時というタイトルをつけさせていただきました。それからね、これも上松さんからお話いただきましたけれど、今回はその、まあ、私って何やろうっていうことを言ってますとね、どん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 こう内向的に内にこう入っていきますでしょう。だからこれはいかんと思いましてね、やっぱり人間外に出ないかんと思いまして、それでいくつかのこれご縁が、非常に良いご縁がありまして、新しい企画をですね今立ち上げようとしています。それが南村造船所跡地での試み
じゃあ、鎌ヶ崎での試みなんですね。3つの、まあ、鎌ヶ崎、北加賀や、中島とか3つ全然違う顔を持つ場所ですね。でこれを、まあ、巡っていきながら、まあ私も大阪生まれ大阪育ちですので、まあ、違った大阪の町巡り、それからそれを通じて、美術表現の、このさまざまな広がりという、これをですね、同時にですね、感じ取ってもらえたらなと思っております。こちらもですね、合わせて皆さん、ぜひご興味持っていただけたらなと、そのように思っております。どうぞよろしくお願いします。